やってまいりました。まあ、ちょっと速度はね、遅いのは遅いです。配布始めて高さも関係ない止まるパターンのフロック。どうも赤石のおっさんことマグニーでございます。先日お届けいたしましたこのドロッパーエレベーターに新たなものをね追加いたしましたので、そちらをねご紹介していきたいと思っております。赤石のおっさんこの動画で4回目なんですけれども、このドロッパーエレベーター今ご覧いただいているこのワールドと、はい、こちらの、大量アイテムを仕分けする、仕分け機の、ワールド配布始めましたので、よろしくお願いいたします。概要欄に常に、ダウンロードリンクこれ以降に貼っておこうと思いますので、ぜひ、気になった方そちらからダウンロードしていただければと思っております。 PC 版でしか使えませんのでご了承いただければと思います。ダウンロードリンクに行っていただくと、こう説明が書いてある、まずねテキストのファイルがあるんで、そちらをご覧いただいて、ちょっとまた分からなければですね、私のLINE アットもしくは Twitter の方に、お声掛けください。LINE アットと Twitter のリンクも下の概要欄の方貼っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以前のね動画、まあ合わせてご覧いただくといいんですが、以前ご紹介したのはこちらとこちらなんです。でこれが新しいやつ、ホイール3503モデル、高さ40まで詰まらない、さすがだぜということで、こんな感じになってますね。ワールド配布してあるので、詳しくはねそちらからご覧いただければいいと思うんですけれども、作りとしてはですね、この、作りね、私が以前ご紹介した、はい、こちらの、クロック回路とこのドロッパータワーのものが接続できない接続できないなんつって言ってたんですけれども、そちらに対して解決方法を皆さんがねすごい送ってくださって、でその中でホイール350さんのがこれでした。で、これは40段まで上げられます。はい、ぜひねやってみてください。そしてこちらマグクラ兄弟の集大成と言っても過言ではございません。これ全く詰まりを起こしません。で高さも関係ありません。LINE アットやツイッターで兄弟たちからいろんな写真を送っていただきました。素晴らしいドロッパーエレベーターが完成いたしました。それではですね、はい、こちらにですねこの手持ちレッドストーン64個掘り込んでみましょう。それでは、詰まりが本当にないのかどうかチェックしましょう。やってまいりました。まあ、ちょっと速度はね、遅いのは遅いです。ご覧ください、64個返ってまいりましたね。ちょっと速度は遅いにしてもね、ちゃんと詰まりなしで送り込んでくれます。このような作りになっておりますね。でちょっとこうなんか間にこうトーチをかますことによって遅れを生じさせてるんだと思うんですね。でその遅れがあることによって多分詰まりがなく全部上に上がっていくんだと思います。まあその分ですね、速度カチッカチッっていう速度は遅いんですけどね。で、今回私ね皆様にこのワールド配布しといてなんなんですけれども、ちなみにこの機構はですねここに全部詰めちゃうと、止まるパターンのクロック回路なので、これもしくはこのクロック回路を、組み込んでいただくと大量にアイテムを送れるし、詰まりのないドロッパーエレベーターになると思いますので、今後ですねこの赤石のおっさんで作った機構はですね、ワールド配布下のダウンロードリンクからダウンロードできるようにしていきたいと思っておりますので、ぜひご利用いただければと思います。それではね、今日は以上です。じゃあねー。